ッカリの対戦は第5節で、はい、カリアリが4対1で勝ってるんですね。だからインテルはそこで大敗でしたから、このゲームカリアリですよね。これ今日のゲームでカリ返さなきゃいけないゲームになってくると思うんですね。アウェーですけど、藤原選手のスピードは魅力ですもんね。まあ夏まで行かなくても春は大丈夫でしょうね。もうすぐ春ですからね、はいはい、僕は見るならこのポジションなのかなという気がしてるんですけどね。はい、まあどうなってみるかね。見るなと言われてもちょっと見ておきましょうね。試合始まったら右のサイドバック、どこを狙うか、ここしかね、またでしょうね。さあ、絶対の決勝、キーパーのハートはハートブレイクですね、これね。宇津木選手は戦ってるんじゃないかなと。あそこでシュートが宇津木があったら、ここでコナーニが相手の顔をはたいてしまって2枚目のイエローカードで退場なんですよ。いやね、ちょっとね、名前がハラでお尻触っちゃいけないですよね。そうですね。攻撃力がチリも積もれば優勝する。そうそう。両方強烈ですね。いやいや。なんか気持ちがやっぱ入ってたし、はい、これで長いトンネルというより山が越えたなっていう感じでしょうね。なるほど。アレギレックスの小泉今日選手20歳。ね、ゴールに行け、小泉行けって感じですよね。はい、キーパーね、3点目取られて6番じゃなくて落胆してたんですけど、よく止めましたね。落胆してなかったんですね。落ち直したんだと思いますね。非常にこの2人がいい追いかけをしてるんで、バーディーとボギー、あ、ボギーじゃないです、イーグルにしてないですかね。そうなんですよね。これ4点目って、これどんだけと、まれじゃないですよね。もうしょっちゅう取るんじゃないかなと。毎試合です。毎試合取るんです。でも本当に岡崎はアザーサイド逆にくれっていうのが入ってるわけです、はい、そこに来れば点を取る、うん、やっぱね、ここは英語ですから、うん、Believe me って言ってね、岡崎信じって言って見事ですね。これは美味しいゴールでね、武藤じゃなくて加藤ですね。加藤加わってますね。そこにいることがただこのね、やっぱりワンタッチでいけるとか自分の特徴、これ肩こすっても大丈夫、全然大丈夫です。本当です。肩こすっても大丈夫ですよね、はい。この辺モーリーニョ監督がどう動くか絶対諦めないと思うんですよ。もういいよって言わないと思うんですよ。だからこれはね、きっと伝統的に盛り返してくるんじゃないの。申し訳ないです。いただきました。今トップ走ってるじゃないですか、はい、バイエルミエヘンじゃなくてバイエルミエヘンになってずっと行っちゃうんじゃないかなっていうぐらいね。